立憲デモクラシーの会がこれから2週間おきを目安に全部で10回ほど連続の講座を開きます。で今日は第1回ということで東大の石川健二さんにレクチャーをお願いしました。で今日の進め方としては1時間15分くらいでお話しいただいて10分か15分くらい皆さんからご質問をいただいて簡単な質疑応答を行う、そういう形で進めたいと思います。よろしいでしょうか。特にハンドアウト等はございませんので、これはあとパワーポイントを見て、ないあ、本当じゃあそうです。古典的なレクチャーです。はい、どうぞ。ただいまご紹介にあたりました東京大学の石川と申します。どうぞよろしくお願いします。パワポを用意してはいるんですが、ちょっとですね、佐々木総一という先生の、まだその公開されていない文章が一部含まれておりまして、ちょっと資料館との関係でですね、デリケートな問題がございますものですから、申し訳ありませんけれども、古典的な講義の方式でやらせていただくということにさせていただきます。いずれまたしばらくしたら許可が下りるんではないかと思いますので、活用できる機会もあるかもしれませんけれども、そういうわけでございますので、ハンドアウトもなしで、考慮を聞いていただく格好になってしまいました。そのことをあらかじめお話し申し上げたいと思います。さて、そこで、今日のお話なんですけれども、まず、最初にですね、そういうわけで古典的にということで、私はこれが慣れてるんですけど、晩鐘しながら話をさせてます。まず第一はですね、ゼロ章ということですけれども、ここでやはり皆さんこうやって集まってくださったというのは、やはりその2015年の、夏について、何がしかのことが、語られるであろうと、という期待があると思いますので、全く素通りしてしまうのは不親切ということもございます。そこで、その問題をごく簡単に、お話をさせていただきたいと思います。でこの立憲デモクラシーの会というのは、憲法問題、研究会というですね、ちょうどその50年代末に、改憲問題が政治問題化したときに、知識人が作った会を、モデルにしてできているということもございまして、したがって、いわゆる運動体ではなく、あくまでその立憲デモクラシーという、いわば共通のコンセプトのもとで、いわば知識人として、あるいはそれが、どうかということであれば、研究者としてですね、言えることを発言するということが狙いであります。したがって運動的なものに関しては、本来距離を置くべきであるという考え方で出来上がって、おりますし、それからまたですね、この立憲デモクラシーというのは本来は、立場を超えた共通の前提である、というコンセプトで我々は考えているはずであります。ですから、例えば最近の話で言えば安保法制について反対の人だけじゃなくて賛成の人も前提にしなければいけない考え方である、その共通の前提が損なわれようとしているという、そういう枠組みで議論できることを議論していこうというのがこの会の狙いであります。ですから、このメンバーもまた別の文脈でそれぞれ、運動会に参加しておられる方も、おられますが、私はこの会1本でやっておりまして、立憲デモクラシーというそういうコンセプトをですね、もちろん非常にその、精密さを欠く緩やかな捉え方ですけれども、そのコンセプトでもって今何が語られるかということをお話しするつもりで今日は参っております。そして、そうであるとするとですね、私はもともと天野塾のものですから、例えば安保法制の話をしてもらいたいとかですね、あるいはクーデターの話をしてもらいたいとか、そういうような期待をして来られるであろうということになると、かえってそれをひっくり返してみたくなってしまうというところがあります。
それからやはりそのこれからますますですね、広い視野を持って問題を捉えていくことが必要になってくると思いますので、むしろその当然に予想されるような答えとは違う答え、あるいはそもそも当然に想定されるような設問とは違う設問をここでお出しすることで、結果としては皆さんのご期待に応えできるように努めたい、そういうつもりでここに立ってございます。さて、そこで今日そうは言ってもですね、何かを語らなきゃいかんだろうということですが、まずこの夏というのは、私にとっても初めて、デモに立った年でもあったわけでございまして、非常にいろんな意味で、大きな時期だったわけなんですが、そこにおいて感じたことをですね、大体3つぐらいお話しして、おきたいと思います。一つはですね、今回、実際に8月30日に国会の前に立ってみて感じたのは反対運動の広がりです。いわゆるそれぞれのですね、党派性とかあるいは運動体としての由来とかそういったものを超えて、一つになって、いくという、いわば立場を超えてですね、ある統合力が働いていくという現象というのは、これは社会科学者としてもあるいは憲法学者としても非常に刺激的な体験でありました。しかし同時にですね、そうやってこう非常にこれまでない広がりを見た反面で、その運動の壁が確実にあるということも確かであるように思われます。それは世論調査を見ても明らかで、なかなか 40% の壁を越えられない。でその壁の先にあるのが一体何であるのかということを考えなくてはいけないだろうというのが私の第一の感想です。先ほど申しましたように、立憲デモクラシーというのはあらゆる立場を超えて、前提しなければいけない、考え方であるわけですので、その壁を越えられなければいけないわけなんですが、しかし相当これまでない広がりを持ちましたけれども、ある限界に、ぶつかっているという印象があります。9月19日以降にですね、そうやって8月30日に集まった方々はどういうふうにお考えなんだろうかということを知りたくて、私もいろいろな会合に顔を出していましたけれども、結局感じたのはどうやってその壁を越えられるのか。壁の中はですね、これまでなく一枚岩になったと思いますが、それを越えるにはどうしたらいいんだろうかということを、つくづく考えさせるということがあります。でこの点で重要なのは、今回ひとまず敗北ということになったわけなんですが、一体その、誰が負けたのかということであります。でここで強調したいのは、安保法制に対して賛成の考え方を持つ人も負けたのだということです。全ての人が負けた、これがこの、2015年の夏の出来事であったのではないか。現在の政権を支持しているとか、あるいは安保法制については自分は賛成の立場であるということを考えている人は、現状でいいというふうに、受け止めておられるかもしれませんけれども、そういう方々も含めて実は負けたのかということですね。そのことを明らかにしていくということが大事なんじゃないか、少なくともこの立憲デモクラシーの会の、示すべき宣戦なのではないかというふうに私は受け止めています。でそれを早い段階で示した宣戦の一人として佐々木総一という方がございまして、この方は1918年に立憲非立憲という本をお書きになりました。私はこういうその先達の言い方に借りて、現時点において何が本当に問題になっているのかを示すことができるではないかということで、この間しばしば佐々木先生に言及をし、立憲対非立憲という言い方で、現在の争点を明らかにしようと努めてまいりました。で、効果不効果ですね、そういうこともありまして、実は講談社の学術文庫から、佐々木先生の立憲非立憲が復刊されることになりまして、それに私も解説をかけという、依頼を受けることに、なりまして、そういう方向でも現在準備し勉強しているところなんですが、今日はその一端をお話しすることで、広い意味で立憲対非立憲の戦線の、しかしこれまで必ずしも光が当たっていなかった部分を照らし出すということができればというふうに思って、おります。それからですね、さらにこの、敗北の帰結についても一言しておきたいと思います。私は実はその2015年ではなくて2014年の4月1日に、重大な出来事が起こったという説明をこれまでずっとしてきたわけなんですが、この敗北の帰結というのは、直ちに明らかになってきているということです。直接には憲法53条の問題です。
憲法53条というのは、これは、臨時会の召集に関する規定であります。で、召集というのは、これは、天皇が行いますので、メスと以上書きますけれども、国会の活動能力をまあ、いわば立ち上げる行為なんですね。召集行為がなければ国会活動能力を回復いたしません。ですから召集がない限り国会動けない、というそういう構造です。いわゆる会期制というのを取っている限りにおいてはそうであるわけですね。で、日本国憲法の下では会期制が取られていますので、したがって召集行為がなければ、衆議院も参議院も立ち上がらない、こういう構造で、まあ、現在寝ているわけなんですね。で、この重大な召集行為に関して日本国憲法は非常に慎重な、制度設計を、まあ、行って、いるわけです。で、まあ、どういう制度設計を、まあ、行っているのかといいますと、まずはですね、会期制について、まあ、類型的に、まあ、モデル分析を、まあ、しているわけです。で、これはまあ必ずしも一般に類しているとは言えない言い方ですけれども、小島勝史という先生の言い方をお借りいたしますと、開会については、まずはですね、対立的な開会制というのがある。それから、もう自然に活動能力を持っている、まあ、自然的な開会制というのと、それから、まあ、自律的、国会が自らですね、自分で立ち上がる、このまま3つのパターンがあるというふうに、説明をされています。ですから、この開会について対立的な開会制と、それから自然的な開会制、さらには、まあ、自律的な開会制、このまま3つのモデルがあって、制度設計上どれかを取るんだということです。で、伝統的にはこれは対立型が取られてきたわけで、召集権者が国会とは別にいて、で、その召集権者が国会を立ち上げるということであったわけですが、しかし、その後有力になりましたのは、むしろその自然的な開会で、選挙と選挙の間ずっと開いている、というその制度設計をする国が多くなってきたわけです。で、しかし、国会議員が自分で開会するという、そういうその制度設計もあり得るということなんですね。で、日本国憲法はどういうスタイルを取ったのかといいますと、基本的には対立型を取っているということです。そして召集権者としては、戦前は天皇だったわけですが、これをまあ内閣にしているわけですね。内閣総理大臣ではなくて合議体としての内閣、これが召集権を持つ、こういうふうに制度設計をした。しかしそれではですね、十分でないということで、これに、まあ、いわばこの、まあ、自律型を加味している、こういう形で制度設計をしたというのが53条の後段であるわけです。この召集というのは、この会期制を取っている限りはですね、国会が立ち上がった立ち上がらないか、その活動能力の最小を仕切る行為ですので、極めて重大です。例えば、この召集権、伝統的には国王が握っていたわけですけれども、フランスのブルゴン朝において、フランス王はこの召集行為をですね、しなくなってしまったわけです。その結果、ずっと議会が開かれないという時代が続きました。これが絶対王政の時代です。絶対王政というのは、言い換えれば国会というか、まあ、当時の三部会と言われるフランスの議会が召集されなかった時代である、まあ、大まかに言っていいわけです。そして財政問題を解決するために、久方ぶりに、この三部会をルイ16世が召集したことによって発生したのがフランス革命であったわけですね。ですから、この召集行為の重大性というのは、この例を見てもまあ明らかです。そこで、日本国憲法はまず年に1回常会開くという形で、必ず年に1回は開く、召集がなされるという制度設計をするわけですが、しかし、その大事なのは、臨機応変にどういう時に召集ができるかということですが、これについては先ほど申しましたように、53条で、内閣が、合議体とした内閣が召集するんだけれども、しかし、自律型を加味すると、具体的には、それぞれの議員、衆議院、参議院の4分の1の議員がですね、開いてくれというふうに言ったら、開かなければならないというふうに書いてあるということなんです。で、しかし、その最近の報道によりますと、これはまだ今後どうなるか分かりませんけれども、首相と谷垣幹事長は首相官邸で会談して、秋の臨時国会の召集見送りを、まあ、
するという方向で検討しているというふうに報道されております。これは結局ですね、内閣の召集権をいわば最大化する、で逆にこの自立型の方をですね、空分化する、そういう決定をしたということになるわけです。これは大変深刻な事態であるということです。でたまたまこの53条の講談にはいつまでにその開会しなければいけないんだということは書いてありません。そこで書いてないということをですね、利用いたしまして、逆に、じゃあいつでもいいやと、ということでだらだら引き延ばしている。でこのままですと開会されないままで終わってしまうだろうと、こういう展開になってきているわけなんですね。しかしこれは憲法がしなければならないと義務付けている規定を、これをその無視しているわけですから、53条のこの講談のこの事実型を加味している部分ですが、この部分が本来は多少難しい言い方をしますと、しなければならない、義務付けられているわけで、これは強行法、強行放棄というふうに申します。これは今日の話題として用意してきた話ではないのですけれども、せっかくこれだけお集まりいただきましたので少しお話をしておきますと、この強行法として定められた、あるいは強行法として定められた53条講談のこの事実型を加味している規定が、これが従っても従わなくてもいいという任意法に現在変化しつつある、こういう極めて危険な事態になっているということです。これは実は各国の憲法の歴史の中で時々起こることなんですが、その部分で立憲主義が緩んでいくということに他ならないわけですね。本来しなければいけないという規定が、してもいいししなくてもいいという規定に現在変わりつつある。ここに、いわばその現在の政府の作り上げ方、統治の在り方が非常によく表れているということです。これはやはり確実にこの2015年の夏のこの敗北の秘訣であるということが言えるわけで、その政府の形、あるいは統治の形というのが、やはり予想された通り確実に変わってきているということの、顕著な表れの一つであるということは申しておく必要があります。で、この論点、非常に重大な論点なんですね。そこで、自民党の改憲草案ではどうなっているんだろうかということを見てみますと、実はですね、変更があります。いずれかの議員の総議員の4分の1の要求があったときはというわけなんですが、要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならないと、この事実型の規定の部分が強化されているんですね。あべこべのことをやっているということ、これはぜひ注意していただきたいと思います。改憲草案がやはりこれでは不十分だと、事実型であると、を加味している部分なんですけれども、何しないと書いてないので、どうしてもダラダラになっちゃうということで、改憲草案のその20日というのは切ってるわけです。しかし、その下の根の乾かないうちにそれを破ろうとしている。これは強行法の任意法化というふうに言われる現象であるわけです。で、この先に入りますと、いわゆる憲法変遷というですね、法理的に非常に難しい問題に入ってしまうわけなんですが、とにかくその強行法が現在任意法化されたんだと、その4分の1の、その要求があれば、召集を決定してもいいし、しなくてもいいという規定になりつつある、こういう深刻な事態が進行しているということをぜひ意識していただければと思います。これはやはり間違いなく2015年の夏の秘訣であるというふうに言っていいことがあると思います。さて、それから先ですね、本当はいろいろまだ聞いてみたいということがあるんではないかと思いますけれども、それは後で時間があればご質問していただくということにいたしまして、とりあえず今日用意してきたお話に移らせていただきたいと思います。でまず最初にこの佐々木総一という人物についてごく簡単な紹介をしておきたいと思います。いずれまたうまくいけばですね、うまくいかない可能性も結構あるんですけど、うまくいけば来年の参議院選の前に突然と立憲非立憲という本が私の解説とともに現れてきているんですが、こういうふうにうまくいくのは何もないので空振りになる可能性も結構ありますが、とにかく私としてはですね、何としてもその期待には応えたい、というふうには思っておりますが、いずれその本は見ていただくことにして、とり
りあえずごく簡単な紹介をしておくことにいたします。これは最近調べておりますので、語り出すとこう話が止まらなくなってしまうという、そういう論点ですので、いずれ書いたものを読んでいただくということを前提にして、今日は話を聞いていただきたいというふうに思います。で、まずですね、この方は この方はですね、生まれ年をちょっと間違って書いてますね。これはいずれじゃちゃんと確認します。これは違うメモをご質問ました。さて、この佐々木総一先生は京都帝国大学の先生なんですけれども、大まかに言いますと1878年、あ、そうですか、こっちの数字がそう、1878年生まれなんですね。で、京都帝国大学で活躍された先生です。で、これより前の世代の先生方っていうのは、一番最初には帝国大学というのは東京しかなかったものですから、東大出身だったんですけども、この佐々木先生は京大生え抜きの先生です。で、この、佐々木先生というのは、いろいろムクムクお話したいことが溜まってるんですけども、京都の憲法学の、いわば最も有名な人物なんですね。で、東京帝国大学ではその見延辰吉に、対抗する、匹敵する存在ですから、この当時は東京に見延で、京都に佐々木という、そういう領有並び立つ時代だった、そういうことですが、しかし当時は全国レベルでの学会がなかったものですから、必ずしも個人的な付き合いがあったわけではない、相互に意識し合っている関係ではあったんですが、個人的なその交流はなかったようであります。で、むしろ個人的な交流があったのは吉野作造なんですね。この人は大親友であったわけです。民本主義を説いた吉野作造、この方はですね、特に留学時代一緒に過ごしてまして、大変深いお付き合いをその続けます。ハイデルベルクというドイツで一番古い大学がありますけれども、そこに、2人ともですね、同時期に留学していまして、この時期の留学というのは一生一度の留学でしたので、ついでに、あちこち見て回るので、ずっとハイデルベルクにいたってわけではないんですが、かなり長い期間そのハイデルベルク大学に2人はいたわけです。しかもその下宿がですね、道の向かい合わせというか、真向かいに住んでおりまして、相互にご飯食べたり、お酒飲んだり、いろいろ話したりということで、いわゆる婚姻みたいな関係に、なっていくわけです。で、政治的なオリエンテーションから言っても非常に近い、わけで、その吉野の民本主義を、佐々木も非常に大事にしていた人だということは言えるわけなんですね。で、後でちょっとだけ出てきますので、あまり長くない程度で、お話をしておきますと、彼らが支持しようとしていたのはゲオルク・イエルネックという、そういう、日本の憲法学の種本を書いた先生だったわけです。イエリネックという、そうしますけれども、この、イエリネック先生の講義を聞こうということで、2人ともハイデルベルク大学に行って、で、本当に近所付き合いしていたと、こういうことなんですね。で、記録上もちゃんとイエリネック先生の講義を聞いたという記録が残っています。吉野は真面目でちょっと出てですね、大したことないみたいなことを言っていなかったらしいんですけども、佐々木先生も毎週出てたようです。で、このイエネックの議論が実は今日の話に聞いてきますので、一応このイエネックという人の議論をですね、紹介をしておきたいと思います。で、いろんな議論をした先生で、これまた私イエネックの愛読者の一人ですので、話せば何時間でも、フィルバスターに呼んでくれればですね、1日でも話し続けるぐらいの蓄積はあるんですけど、この、イエネク先生の今日の文脈での、ポイントはですね、国家と国民の関係を理論づけたという点なんですね。これが非常に有名な仕事であります。で、結論から言いますと、皆さんもご存知の自由権とか受益権とか参政権とか、そういう人権の区別類型論というのは、これはイエネックの焼き直しなんです。
で、どういう議論をしたのかということだけちょっと説明をしておきたいと思うんですが、ちょっとこれ動かしちゃっていいですかね。この人はですね、国家とそれからその国民の関係というのを、まあ、英語で言うとステータスという、まあ、ラテン語のスタートスというんですけども、ステータスというその表現で、説明しようとした人なんですね。 で、ですからこれは、まあ、あえて言えば身分というふうに訳すべきなんですが、身分というと若干その、まあ、余計なニュアンスがこもりますので、まあ、地位と訳すことも多い。私はどっちかというとあえて身分というふうに訳しているんですが、一般には地位というふうに訳されている言葉です。で、この身分とか地位というのはどういうこのコンセプトかといいますと、まあこれは西洋語を書かないで日本語で書きますけど、まあ、例えば権利というのがあるとしてですね、権利というのはこれはその人がどういうそのステータスにあるかということによって決まってくるんだという、そういうこの議論の立て方なんですね。これはローマ法の頃からできてきた議論で、これは細かい話しませんが、非常に西洋の方では伝統的な考え方で、権利を語る場合にその前提としてそのどういう地位にその人があるか、を、まあ、見る、逆に言えば地位によって権利が決まってくる、こういうふうにヨーロッパ法学では伝統的に考えてきているわけです。で、この地位、まあ、身分もしくは地位ですが、ステータスですけれども、これはどういう形でできているのかといいます と、まずですね、一番下からまあいきますと、これはその、まあ、奴隷とかですね、あるいは服属民、まあ、服従しているものですね、まあ、佐々木先生は服従というふうに訳してますが、私は服属というふうに訳すんですけど、服従しているというそういう人がいる。で、これはまあ大体奴隷だって考えていただければいいんです。で、奴隷は、法律上はですね、物扱いです、生物学的な人間ですけれども、法律上は物扱いですから処分の対象になる、こういうことですが、しかしようやくこう人として扱われるということになりますと、この人のことをまあ自由人というふうに言うわけですね。ですから自由人であるか奴隷であるかというのは、結局法律上人として扱われるか物として扱われるかの運命の分かれ道と、こういう構造になっております。で、さらにですね、その上に、まあ、市民、ローマ市民であるかどうか、というまあ区別があります。そして最終的にはですね、家長であるかどうかと、こういうまあ区別が、あったわけです。で、家長になって初めて完全な権利を獲得することができます。そしてこの家長の部分だけでローマ社会を上積みだけ救い取りますと、それぞれの家長が対等に振る舞う、非常に平等な社会になっています。ですからこの上積みの部分だけ、この近代に持ってきますと、近代市民社会にぴったりとこう、接合するというですね、上積みだけでいうと非常に近代的な、まあ、構成になっているわけなんですね。で、家長たちが作るのがこれがまあシビルソサエティ、英語ではシビルソサエティということになります。で、しかし今その下に身分差がちゃんとあって、家長を代表とするこの家というのがこうぶら下がっているというのが、まあ、ローマ社会に、沿った両立の仕方ということになります。で、これがまあ伝統的なその権利を語り方だったんですけれども、先ほど書いたイエネックという人物は、近代国家はこの構造を根底から破壊したんだというふうに説明をしたわけです。で、近代国家はこの家長というのを破壊したんだ、家長の身分、家長の地位を破壊したんだ、こういうふうに説明したわけです。そして、その代わりに原則として、あ、そうですね、それから、まあ、じゃあ家長の身分を破壊したんだ、で、どうやって破壊できたのか、これが次の問題なんですけれども、それはですね、これは近代国民国家の下で市民はまあ国民というふうに訳し直すことができますので、ここで国民と書いておりますと、全員をですね、平等で均質な国民に、近代国家がならしてしまった、こういうふうに説明するんですね。ですから、家長の権力をこの国家が吸い上げて、で、主権的な国家を作っていると。で、その代わりにですね、全員が身分差のない均質な国民になる、まあ、日本では首脳交渉の区別がなくなるという話なんですが、この家長とかいう身分、中世以来の身分を破壊することで、
この権力を吸い上げて中央集権的な国家を作る反面で、平等で均質な国民を作る。そしてその結果として全ての人が原則として自由人になったんだ。これが近代国家の、功績だというふうに言えるのか説明したわけです。で、しかしもちろんですね、国家というのは主権的な国家です。でこの主権というのはこれは絶対的な権力のことを指す言い方ですので、史上最も強くなった権力と国民は実際には向き合っているわけです。ですので例えば本来自由人として扱われてた人がその近代法の下で例えば犯罪を犯してで牢屋に入れられてしまうということになりますと、ここに転落するわけです。そして牢屋に入って初めてですね、自分はとんでもない権力と裸で向き合ってるんだということを思い知るわけですね。これが近代国家の構造であるというふうにイエネックは説明をしたわけです。でこれを基礎にして、この権利っていうのを国家との関係で考えてるんだ、こういう議論をしていった人です。でさらに、これも早く終わりにしますけれども、家長に代えてですね、能動的に国家に参加していく、そういう能動的国民という身分を作りまして、これがまあ大体有権者とか公務員とか、あるいはもちろん国会議員とかそれから君主とかそういったものなんですけれども、能動的な国民の身分というものを新設する。でもですね、みんな平等な国民なんだということをベースにして考えて、そのポテンシャルでもって人々を自由にすると、これをまあ強調したのがイエネックという人の議論だったというわけです。で佐々木は基本的にこれをベースにして、戦前の臣民の権利を語っていたということですね。このことを簡単に頭に入れて、以下の話を聞いていただければ幸いです。さてそこで、2ということで、この臣民もしくは国民の地位 という話に移りたいと思います。でこれが、今日の本題であるこの存在権の発展につながっていくわけなんですね。でその佐々木総一は戦前はですね、この一番下の服属民の身分を服従の地位というふうに、読んで、説明しました。そして自由人としての地位を自由の地位というふうに言って説明をいたしました。そして国民の身分、国民の地位ですけども、これは戦前ですと臣民ということになりますが、これはどういうふうに言おうかということでちょっと困ったわけですね。そこで国民であることによって、正確に言えば近代国家の国民であることによってどういう特典が得られるんだろうかという観点から考えていきますと、それまで いわば服従しっぱなしのですね、国民とは違いまして、この国務を要求できるというプラスの地位ができているんじゃないかというふうに考えるわけです。直接には裁判サービスですが、近代国民はどんな貧乏な国でも最低限裁判サービスを受けられます。それ以外にいろいろどんな福祉政策をしてくれるかは国によるわけですけれど、しかし国務ですね、裁判に代表される国務の要求をできる、地位に、近代国民は上がっているんだ。だからこの国民の地位を国務要求の地位というふうに、説明しました。現在ではこの要求というよりは国務請求というふうに言うことが多いですけれども、佐々木先生は国務要求という言い方をしました。でそこで国務要求の地位というのがある。そして能動的に、何らかの意味で国家に関わってくる、その地位を賛成の地位というふうに、申しまして、近代国民の身分というのはこの4つからできているというような説明、近代的な臣民ですね、日本大日本帝国の臣民はこの4つないし3つの地位から、できているんだというふうに、説明をする。これによってかつての首脳構想の世界ではなくてですね、自由、国務要求、賛成という3段階の、この地位によって裏付けられた、そういう存在として、この明治憲法の下での臣民はあるんだというふうに説明をしたわけです。でこれを、権利義務の観点から説明すると、自由権、それから国務要求権、賛成権というものが裏付けられるんだと。このステータスが大きくその地殻変動してこうやって再構築されたことを踏まえて、それぞれの国民は権利として自由権を主張し、国民要求権、とかの総理先生おっしゃいますけども、国民要求権を主張し賛成権を主張する、こういうふうに変わったんだというふうに説明をしておられたわけです。
でそれを踏まえて、その帝国憲法の条文、市民の権利の条文を読んでいこうというスタイルで、体系を作られました。これが、名著として知られている日本憲法要論という、書物です。でこの日本憲法要論というのは大変体系的によくできた本で、読み応えがある、素晴らしい本であるわけなんですが、この本はですね、1933年の段階で、戦前の最終版を、出すことになります。でそれがどういうことなのか、この第5版という1933年の版の条文をちょっと読んでみますと、今春、本書全般諸説の補正に着手したるの時、たまたま京都帝国大学において研究の自由及び大学の自由自治に関する研究自由及び大学の自治に関する一大問題が起こり、ついに、去る5月26日同大学法学部教授一同はその職責を重んじて辞表を提出せる。次回問題いよいよ紛糾し、ようやく、去る7月11日たって一部教授のみの辞職の、調教ありと。で要もこれに加えられて、京都帝国大学の職を引きたりと、というふうに書いてあります。で世にとっては本書第5版は橋なくも退職の記念となれるなりというふうに書いてありますが、これは何を言ってるかといいますと、1933年の滝川事件です。で滝川事件で、この、佐々木先生は文部省、当時の大臣は鳩山一郎さんですけれども、文部省に対して辞表を叩きつける、そして、自らですね、この抵抗の意思を示すという非常にこの骨のある対応をされた先生であるわけですね。で一応そこで大体その議論は止まってしまうということになります。でさらに、実はその新しい版を内々用意しておられたんだそうですけれども、今度は1935年というちょうど80年前のこの時期になってまいります。これがいわゆる天皇機関説事件でして、ここで井上辰吉がパージされてしまうということになります。井上辰吉の天皇機関説がパージされる。で佐々木も天皇機関説でありましたので、したがって、文部省の思想局から圧力を受けることになったわけです。で佐々木自身は何とか身の上を助けたいということで、あれこれその工作をしていたようなんですが、自分にも災いが降りかかってきたということです。でご自身はその現在の藩が気に入らないからどの道、絶版するつもりがあったんだと強がっておられるんですけれども、35年のこの天皇機関説事件をきっかけに、2度にわたる国体名著声明が出て、でその内閣や文部省の立場としては天皇機関説をそのままその教団に開けるわけにいかないということで、当時立命館大学の教団に立っていた佐々木に対しても圧力がかかり、佐々木は自らこの日本憲法要論、という本の、絶版を、余儀なくされる、こういうことに、なったわけです。で、この佐々木という人は、ここからがですね、もう一つの重要な点であるわけなんですが、佐々木という人はとにかく条文の、読み手であったということです。条文を徹底的に読み抜く、条文テクストの読み手としては、最高の存在であったということです。三浦辰吉などはですね、条文はそれほど大事じゃない、条文よりも現に世の中がどう動いているかが大事なんだという憲法学を実はやっていたんですけれども、これに対して佐々木総一は抵抗いたしまして、やはりそのきちっとその、当時は大日本帝国憲法ですが、憲法のテクストをその読ん で厳密に解釈することがまず第一歩だという立場を崩しませんでした。ですからこの段階で、強調しておきたいのは、まずその身延と同じ天皇機関説の論者であったということ、いろんな点で立場は違うんですけれども、そこは変わらなかった。それから政治思想の面では吉野作造と同一のそのファランクスといいましょうか、戦列を組んでいた、そういう人だったんだということです。で、そして彼はですね、その後も時局が悪くなる中で、明治大帝の作った条文の中に立てこむという形で自分自身の立憲主義者としての一貫性を貫いてということになります。でこの方は結局戦前政務を通じて立憲主義者として貫いていきますので、したがってその天皇機関説がパージされている時にはいわば左翼呼ばわりということになり、またその例えばこの維新体制の時代になりますと国家総動員法というのができます。
で、この佐々木の、その後輩たちの、まあ、あの世代はですね、みんな国家総動員法を正当化しようというふうに努力をしていた。しかし、佐々木は帝国憲法に違反していると、この憲法の条文からいってそういうことが認められるはずがないということを断言していたわけです。しかしすでに時局は移っておりまして、当時は憲法にこだわるということ自体が時代遅れな感じがしたというふうに、お弟子さんの大石義雄という先生は語っています。ですから、まあ、いわば時代遅れになりながら、あえてその帝国憲法とその中に込められた立憲主義に、まあ、立てこもったあの先生だったんだということを、これをあの強調しておきたいわけなんですね。で、彼はですね、その後、まあ、なかなかその公の席で活躍するということは難しくなったせいもありまして、塾を開くことになります。で、この辺りで、その新しいですね、学問のコンセプトを彼は作りまして、政治学じゃなくて制度学という、まあ、いわば総合政治学みたいなあのコンセプトの学問をですね、構想しまして、で、その私塾を開いて、制度学塾という塾を開いて、で、そこで、まあ、あの自分自身のその見解をですね、講義し続けるというわけなんです。これは戦後も続くわけなんですね。で、さらに、この時局が悪くなった中で、この大日本帝国憲法というのをその当時の流行のナチス法学に引き付けて読むこともせずですね、まあ、いわばその条文固有の読み方というのをですね、追求することが大事だということを強調いたしまして、まあ、我が国憲法の独自性なんてことも言ったりしています。まあ、この辺りがかえってですね、まあ、あの右翼に好まれるところもありまして、この辺りの佐々木先生の発言というのは非常に読みにくい、読むのが難しいのですけれども、まあ、おそらくコンシステンシーが保たれていた、守備一貫性が保たれていて、で、世の中であるだけに、まあ、それぞれ、いろんな人が寄ってきたということなのではないか。制度学塾にも結構右寄りの人が寄ってくるわけですね。何しろその西洋の学問に引きつけて、帝国憲法を読むんではなくて、この明治大帝が作った近帝憲法固有のですね、内在的な読み方を追求するわけですから、ある文脈では右に見えるということがあるわけで、そういう人たちも寄ってくるという状況が続いてまいります。それが彼の戦前の仕事だったということになります。さて、で、この佐々木は当然この枠組みでもって、ポツダム宣言の時代以降のいわば戦後改革の時代を迎えると、こういうことに、なるわけです。で、ちょっとここで、説を変えさせていただきまして、3ということですが、まあ、とにかく1時間10分で終えなきゃいけないということですので、多少巻きを入れてですね、話を進めていきたいと思います。で、詳しい話はまたうまくいけば来年の夏ぐらいに出てるこれは全く当てにならないんですけども、出ているはず の私の解説を見ていただければと思います。で、まあ、結局その終戦を迎える、敗戦を迎えるということになるわけですけれども、このまあ大きな敗北に対して、まあ、佐々木がどう向き合ったのかと、ここが、まあ、私にとっても人ほどには思えない、そういうテーマなんですね。もちろん敗北の度合いというのは比べ物にならないわけですけれども、敗北に対する彼の捉え方が何であったのかということなんですね。で、これについてはおおむねその2つの時期を分けて、語ることができるわけですが、まず最初は、内大臣府の下で彼は憲法改正作業に、従事したということです。当時の内大臣は木戸幸一であったわけですが、その下でその憲法改正の示唆を受けたというふうに受け止めた、まだ当時存命だった、近衛文麿がですね、ここで憲法改正の作業に着手するわけなんです。で、まあ、自分は要するに GHQ から示唆を受けて憲法改正をやるべく仕事をしようと言われたんだというふうに思ったわけなんですね。で、この内大臣府の元でですね、まあ、近衛が、まずその役を仰せつかうわけですけれども、近衛っていう人はこれは大変な院邸だったわけですが、京大出身なんですね。京都帝国大学出身ですので、そこで京大の先生だった、
まあ、いわば恩師筋だった佐々木のところに行って一緒に憲法を作らないかというふうに言うわけです。で、この近衛と佐々木で憲法改正作業が、まあ、進むことになるわけです。でこれと並行して今度は、いわゆる松本委員会というふうに言われる憲法問題調査委員会というのが政府の方で立ち上がりまして、そこには見延先生、とかですね、あるいはその宮沢俊義先生とか、まあ、いわばメインストリームの憲法学者が集められて、で松本常時っていうのはこれ商法学者なんですけれども、まあ、いわば法律家の専門家における会議を行って、でそこで、憲法改正の審議をしていたわけですが、まあ、これが保守的であるということが、まあ、毎日新聞のリークによってバレてしまうわけですね。この辺りも本当は細かく話し合っていないんですけど、いくつかあった案の一つが毎日新聞によってスクープされてしまいまして、ですから必ずしもそれが正案だったわけではないんですけれども、あの委員会では実は非常に期待外れな主急的な憲法改正の作業をしているらしいということが、まあ、GHQ に、まあ、伝わってしまいまして、で、まあ、劇的な GHQ、そう、いわゆるマッカーサー草案といわれる GHQ のプランの、その施行という展開になっていくわけなんですが、その間ですね、実はその近衛と佐々木も憲法改正をしていて、一時期並行して改正作業が進んでおりました。でこの佐々木の草案っていうのはこれは一応完成しておりまして、でしかも非常に長文の注釈までご自身でつけておられまして、で中にはですねかなり先駆的な条文も含まれていまして、少なくともその松本委員会でやっていたものよりはその従来の憲法の面目を一新したものになっていたわけなんです。でところが内大臣府なんかで憲法改正の作業をするのは違憲なんじゃないか、そもそもどういう権限があるんだということで、この松本委員会の方面から違憲論が出てきちゃったんですね。その急先鋒は宮沢俊義、まあ、東大の先生ですが宮沢先生だったわけで、まあ、そこでまあ佐々木先生はまあ宮沢先生に相当な恨みを持つことになるわけなんですが、結局まあ違憲論が高まってまいりまして、案は完成したんですけれども結局そのお蔵入りになると、まあ、現在では読める形になっていますが、いわばその闇から闇へ葬り去られてしまう、こういう展開になったわけです。この時の佐々木の屈辱はもうこれは筆舌に尽くしがたいものがありまして、いわば学問的生涯全てを捧げて行ったことを無にされたわけですので、その知らせが伝わった時に、この絵踏んだの前で、非常に口外して、軌道校に連れてまいれというふうに軌道ったということが伝わっています。で、こういう、まあ、ことで結局その改正にはタッチできないアウトサイダーとしてその後の憲法改正作業を見守ることになります。そして、彼の後半のもう一つの活躍の場は今度は貴族院になるわけです。彼は貴族院議員、になりまして憲法改正を貴族院で審議いたします。で非常に鋭い、質問を連発いたします。で、例えば国体がこれで変更されたのかとかですね、根源的な論点を次から次に出して、鋭い批判をしていくわけです。でしかも最後はですねこの改正案に賛成しなかったんですね。こういう形で改正をすることについては自分は反対であるという立場を貫いていったわけで、大多数がこの案に対して貴族院で賛成する中で佐々木はですね反骨をその貫いたということで、まあここでたちまち右翼人気が爆発いたしまして、右翼のアイドルになってしまうんですね。で例えばその戦前から国体憲法学をやっていた里見喜四郎という、まあ、これ自体なかなか読み応えのある、仕事をしている、方なんですけども、まあこの右翼一本でやってきてですね国体憲法学をずっと解いてきた。でところがまあその敗戦で全部この否定されてしまって、非常にこのまあ惨めで屈辱的な、そういう日々を送っていたわけですが、もうこの辺りからですね佐々木先生を持ち上げまくるんですよね。里見喜四郎のその佐々木ラブの状態感本当にすごいものでありまして、でそこでその佐々木先生の周りには今度右翼ばっかり集まってくるような状況ができてしまいます。ですので当時佐々木先生のまあ弟子というかですね、まあ、弟子筋というか、まあ、孫弟子に近いような人も含めて弟子筋に当たる人で進歩派の人というのは
取り巻きがすごく近寄れなかったというふうに言っています。本当はあの直系 の, その研究者であるにもかかわらず、その佐々木先生のところに会いに行くには周りいろんなものが取り巻いていて、すごく勇気がいたと、まあ、何でお前来たんだみたいな目で見られてひどい目であるので、そこでそのなかなか辛かったというようなことをあの言っていたようですけれども、まあ、そういう状況に、なって、いきます。で、これからあの話題にいたします日本国憲法論というその大系書をですね、1949年、まあ、だいぶ時間かかってですね、じっくり考え抜いて、そしてその上司をするとこういうことになりまして、今日のその話題は実はそれなんですね。でそこにおいて、存在権という全く新しい権利を彼は発見するわけです。これが今日の副題の佐々木総一が憲法13条を読むというこの本、まあ、あの核心部分ですね、まあ、存在権の発見というこういうあの劇的な展開があの執筆中に起こってまいります。そこでその話を、ちょっとやってみようかということで、今日は、話を準備したわけです。さて、そこでまずは佐々木がこの憲法をどう読んだのかということから、お話ししてみたいと思います。先ほど言いましたように佐々木という人は、日本の憲法学者の誰よりも徹底的にテキストを読む人だということです。日本国憲法についてもその流儀で徹底的にそれを読み抜いたわけですね。なんとなくこう戦後改革の流れで読むんではなくて、条文をその誰よりも徹底的に読み抜いた、ここがポイントで、ですから佐々木を手がかりにしてその憲法を読んでみようと、この作業に意味が出てくるわけです。でしかもあの一応そのアウトサイダーなわけですよね。自分自身で取り組んだ憲法改正作業を保護にされてしまったわけですので、したがってその外側から見てると、ですから余談なくこの憲法のテキストを読んだらどうなるかということを考える際の一番まっさらなんですね、読み方があのこの佐々木の仕事には現れているということで、現在読むとハッと刺されるような発見がいくつもあります。例えば彼があの注目したのは国権の発動というコンセプトです。これに注目する人なんてのは他に誰もいなかったわけですが、日本国憲法の9条には確かに国権の発動という極めて重大なコンセプトが埋め込まれているわけですね。で国権の発動としての戦争、そして、まあ、あの武力による威嚇とか武力の行使は、国際紛争の解決の手段としてはこれあの放棄するんだというふうに言っているわけです。言われてみればですね、この国権の発動ほど重要なコンセプトは憲法にはないわけですが、ここに気がついたのは佐々木だけだったんですね。そこでこの国権の発動というこのコンセプトを軸にして、この統治のそのシステムを日本国憲法に即して、充実をするなんてことをあの彼はやってるわけです。でこの国権の発動について積極消極いろんな限定が憲法によって伏されているということをまあ指摘して、で、そのまあ一環として、この戦争とかあるいは武力による威嚇とか武力が放棄されている、こういうようなあの議論をその逐一そのテキストに即して読んでいくんです。今日の話題ではありませんのでこれは全部あの説明することはできないんですけれども、まあある意味目の覚めるようなあの読みを示しておりまして、しかもその結がですね、自衛戦争を許されているという読み方なんですね。これはあの足田修正というのがこの憲法のテキストに施されていまして、従ってそういう読みを許すように、そのいわば仕組まれていたわけですが、それをこう読み取って、であの自衛戦争の可能性は否定されていないという見方をこの段階でまあ示していたということです。まあ、そういうこともあって多少この教科書あの素直に読んでもらえなかった側面もあったのではないかと思いますが、今から見るとこのまっさらな目で、その論理的にこの憲法の条文を読んでいったらどうなるかということが非常によく示されている、そういうあの本であるということが言えるわけです。ですからここで、人権のところに、まあ、注目してみようとこういうことになるわけです。で、
日本国憲法の条文を読む際にもちろん佐々木はその厳密に言いますと白紙で読んでるわけではありません。白紙で読むということは不可能で、何らかの予断を持って、テクストに接しなければ、あらゆるテクストは読むことができません。ですから大体こういうことが書いてあるだろうということが分からなければ、日本語で書いてあっても何書いてあるか分からないわけですね。まあ、例えば少なからぬ方はですね、私の自由と特権の脅威という本を手に取ってですね、日本語で書かれてるはずなんですけども何も分からないというふうに思われるかもしれないわけですね。日本語で書かれてるはずなのにどこを読んでも何書いても分からないというふうによく感想を述べられることがあるんですが、これは当然でありまして、予断がなければ読めない、自分の中で予断が蓄積されてなければですね、日本語で書いてあっても何書いてあるか意味分からないわけなんです。ですから、よほど勉強した方でないと分からないように、書いてあるというわけですね。そういうわけでテクストってのは必ず予断がなければ読めない。しかし予断だけで読んじゃダメだということもここで強調したいわけですね。予断で思って読んでしまうと当初予定した話しか頭に入ってきません。例えば今日なんかもですね、どうせこういう話をするんだろうというようなことで来るとですね、そういう話しか聞こえてこないということになるわけで、その際にあれちょっと違うなとかですね、そのなんかモヤモヤするというようなところから、新たな、より深い読み方の切り口っていうのが出てくるわけですね。で、佐々木先生の場合もそうで、当初はそのかつて自分が打ち立てた戦前の日本憲法要論における臣民の地位というコンセプトでもって、大体こういうことを書いたんだろうと、何しろ憲法専門家でたくさんの憲法を読んでるわけですので、大体こんなもんだろうということで読み始めるわけですね。しかしその間にこの日本国憲法というテクスト条文との間の相互作用が起こりまして、あれこれは違うということになってくる。でそこを佐々木という人はですね、最後まで突き詰めて考える、そういうタイプの先生ですね。でそこに新たな発見が起こってくると、こういう展開になるわけです。で、いくつかですね、その際にポイントをあらかじめお話しておいた方がいいと思いますので、説明しておきますと、まずこの憲法には平等っていう条文がですね、平等原則を掲げる条文が大々的に書かれているわけです。憲法14条ですね、国民は法のもとに平等であってという、そういう条文です。でこれを読む際に、例えば制定過程に関与してたりして、大体予断を持って読んでしまいますと、これはなんか平等権とか人格の平等とか、そんな話だろうと、こういうふうに受け止めまして、で、これは旧憲法にはなかったものだから新設された条文であるというふうにイメージをして、で自分自身の人権の体系にもですね、平等という項目を新設するわけです。これは美濃部宮沢みなそうであるわけで、平等っていうのをこうまず載せて、でその後に自由権とか自衛権とかこういうふうにこうやっていくわけです。要はそのなんか新しいのできたから、原則っぽいし、頭に乗せとこうと、こういうような感じになるのが普通なんですね。ところが佐々木という人はそうは考えなかったんです。でなぜかということをここであらかじめお話しておいた方がいいと思いますので、話しておきますと、先ほどのそのイエネックというドイツ人のシステムによりますと、すべての人は平等で均質な国民に、なってるはずなんですね。ですから平等で均質な国民の地位を近代国家が強制的に創出する段階で平等という課題が実現されているはずなんです。ですから、イエネックのシステムには平等というコンセプトが出てこないわけですね。そのことは佐々木は分かってたんです。ですから14条が平等を原則として一般原則として打ち出したからといって、それでびくともする議論ではなかったわけですね。ですので佐々木はこの平等というものを美濃部や宮沢のようにこう自由権の前に原則としてゴーと書くというようなことはしなかったんです。その問題は国務要求の地位と言われている国民の身分を作った段階で解消されているという建前ですので終わってるはずである。だから確かに旧憲法には人は法のもとに平等であってという条文はなかったけれども、しかしそれぐらいの話はもう解決済みであって、
その先をということで、彼は臣民の権能を戦前一生懸命やってきたわけなんですね。ですから十四条ができたからといってそれで、何か体系を入れ替えるというようなことは彼はしなかったんです。でその代わりに何をしたのかというと、この十四条は普通の憲法、西洋の普通の憲法と違って差別条項を持っているということに着目するわけです。この着目はなかなかできないことなわけですが、この十四条の前段の法の音の平等というのは、いわばですね、近代国家である以上当然実現されているはずで、憲法に書いてはなかった明治憲法の下でも実現されるべきものだったんだ、というふうに考える。ところが、日本国憲法にはこの、人種上性別云々ですね、ああいう形で差別条項が用意されておりまして、で、これは政治的経済的社会的関係によって差別はしてしてはいけないんだというふうにこの禁止条項として書かれている。ここにむしろ佐々木は注目をするわけです。ここにこそ日本国憲法の独自性があるというふうに考えたんですね。そこで、彼はですね、こういう差別を受けない権利というのを、新設いたしまして、しかもこの新設されたこの、生活において差別を受けない権利というのを国務要求の身分、つまり国民の身分のこういわば特別版といいましょう、特別の身分として増設するわけです。ですから彼の議論ではですね、普通のその場所に平等が書いてなくて、国務要求の権利のところに差別を受けないことを要求する権利というのが出てくる。これは一見すると非常に奇妙な感じがしますけれども、非常にこのユネックのシステムに忠実な深い読みを示しているわけです。国民の身分の言い換えである国務要求の権利とか身分に、このいわば特設された差別条項を盛り込んでいる。これは読みの深さを非常によく示しているというふうに言っていいわけです。で、これはまあ一つの例ですけども、こういう読み方をする人だったんだということを踏まえて、以下の話を聞いていただければ幸いです。さて、そこで、いよいよ今日の話題である13条、という条文に入っていることにいたします。で、憲法13条というのは前段と後段に分かれてまして、で前段は個人の尊重、国民は個人として尊重される、こう書いてあるんですね。個人の尊重というふうに書いてます。でその後に国民はその公共の福祉に反しない限り、これは正確に条文を読んだものですね。これはですね、国民はこれは大事なところですので、ちゃんと読ませてあげますと、このいわゆる生命自由幸福追求権という条文なんですけれども、これは自民党改正草案と比較をしなきゃいけませんので、一応丁寧に読み上げますと、生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他の国際の上で最大の尊重を必要とする、こういうふうに書かれている。これが13条ですね。生命自由幸福追求に対する国民権については公共の福祉に反しない限り立法その他の国際の上で最大の尊重を必要とする、こう書いてある。ですから公共の福祉というコンセプトがまず出てきて、でこれに反しない限りにおいて生命自由及び幸福追求の権利、いわゆる幸福追求権と言われるものですけれども、これが保障されている、こういう、条文に、なっているわけです。でこれを、この佐々木総一というのが一体、どういうふうに読んだのか、これが、いわば今日のハイライトということになります。でまず最初はですね、戦前と同じような読み方で読もうとしたわけです。そこでこういうことが書いてあります。これは本当は、まだ、著作権者の許可は取らないうちはですね、読んではいけない部分なんですけども、一応読んでしまいますと、まずその、そうですね、公共の基本的人権はその3種からできるということを言ってるんですね。でまず自由を主張する権利、それから国民国家の態度を要求する権利、
自由を主張する権利、それから国家の態度を要求する権利、そして、国家の行動に参与する、参与というのは参加の参に与えるというですね、参与する権利の3種あるんだ、というふうに、言っています。で、第1のものを自由権、第2のものを国務要求権、第3のものを参政権というというふうに言ってるわけです。これが、基本的人権の種別というふうに言われている佐々木の教科書の項目です。で、この後にこれは戦前のスタイルを踏襲いたしまして、いきなり自由権という項目が来るわけです。ですから人権には3種あって、人権には3種あって、その第一種の自由権というのがある。これが一番最初の原稿だったんですね。ということです。で、第一自由権、こういうふうに今書いてあるわけです。で、その第一自由権のそのまた一ということで、自由と法と、これいずれちゃんと活字にできるようにしたいと思います。実はもうすぐ著作権が切れるんですよね、本当に。もうちょっとの辛抱だったんですが、ちょっと順番が回ってくるのが早かったので、間に合いませんでした。それで、ちょっと読んでみますと、こういうことが書いてあります。重要なところは晩酌しますけれども、自由権は国民の自然に有する活動の自由と憲法との関係において成立する部分としての立場、それから国家と独立のそれ自身一生活体たる人間としての立場に2種ある、というふうにちょっとよじれた、まだ遂行不足の文章が書かれているわけですが、大事なのはですね、この言い方で言いますと、その憲法との関係において成立する部分としての立場というのと、それから、一生活体と、まず独立のですね、独立の一生活体たる立場、この、2種がある。で、人間というのは憲法との関係において部分としての立場と、それから独立した、一生活体としての立場、この2つがあるんだというふうに、自由と法というこの自由権の1項目の中で、述べているわけです。で、佐々木先生は前者を国家成員の立場といい、後者は個体人の立場というというふうに定義しています。ですから、この国家のメンバーということですね、これはミットグリープシャフトというドイツ語を念頭に置いている言葉であることが明らかなんですけれども、国家成員としての立場と、それから、この最初の言い方ですと、個体人の立場、この2つがあるんだということを自由権の、議論の中で、一瞬触れておられるわけです。そして、こういうふうに言います。従来はどう、ややもすると、従来ややもすると国民はもっぱらまたは主として国家成員の立場、国家成員の立場において取り扱われ、これがために個体人としての活動をなすことを抑圧するの兵風があったというのが出ます。戦前はということなんですが、ややもするとその国家成員としての立場においてのみ扱われて、で、この個体人としての活動をなすことを抑圧される傾向があったんだということを、この自由と法という一般論を書く中で、述べているわけです。と申しますよりも、この点を言いたかったんで、自由権の冒頭に自由と法という、項目を増設したんだと思うんですね。で、それを踏まえて、あとはなんとなく流しているわけなんですけれども、憲法が国民や個人として尊重されるとし、その生命自由幸福追求を尊重すると定めているのは、民の国民の個体人としての立場を尊重すべきことを定めるのである。しかしながら、この、公共の福祉の範囲内での最大の尊重であると、こういうふうに、言って、いわゆる一般論にとどめている、こういう状況です。で、ここで注目していただきたいのはですね、個人の尊重というこの13条は、戦前戦中を抑圧されていた個体人としてのこの生き方と、これを、尊重すべきだと定めたんだということが、一番最初の原稿ですでに出てきているということなんです。しかしこの段階ではまだただの、自由権の
説明にとどまっていたということです。ところがですね、その後、これはまあかなり編集者泣かせということになりますが、この佐々木先生というのはですね、ちょっと余談ですけども、まあ、かなり読みにくい字を書かれる方なんですね。読みにくい字を書かれますので、本屋さんが今度は言う人なんですけれども、ちゃんと清書をして、でこれで活字にしますよという、そのほとんど何ていうか機械的なですね、よどみのない綺麗な字で上昇して、で先生どうですかというふうに持ってきた。これが最初のこの、文章だったわけです。ですから本来はこのまま活字に、なるはずだったと、こういうことなんですね。でいよいよまあこれで、やっとこさその初稿といいますけれども、最初の、印刷をしてもらえるかなと、こういうまあ状況になったわけなんですが、この時にですね、佐々木先生の中に何かが起こったわけですね。突然、これまで世界のどこにもなかった存在権というコンセプトが、降りてくるということになります。存在権の誕生、あるいは存在権の発見の瞬間であります。で、まあ、気の毒なのは本屋さんの方なんですけれども、そのせっかく出来上がったその綺麗な原稿が真っ赤になってしまうんですけど、実はこれ自分で書き写して真っ赤にしようかと思ってたんですけども、ちょっとまだまずいので、いずれまた機会があれば真っ赤なものをお見せしますけども、まあ、ちょっと脱線しますけども、ほんのちょっとですね、カシャッとやってスマホで写真を撮ったりしたら、それでもすごい怒られちゃったりしてですね、すごい厳しい管理をしているところなので、ちょっとこれは写すしかなかったので写してきたんですけれども、ちょっと読んでみますとこうなっています。今度はですね、国民が、4種になってるんですね。で、それに合わせて基本的人権も4種になっています。でまず第一の国民の立場っていうのは、国民が国家に対して一個 の人間として存在すること、国民が国家に対して一個の人間として存在すること、これが第一。で次が国民の国家に対して自由を保有すること、これが第二です。そして第三が先ほど同じで、国民が国家の一定の態度を要求すること。で四つ目が国民が国家の行動に参与すること、こういう話になっております。そこで基本的人権の分類も変わります。まず第一に存在を主張する権利、第二に自由を主張する権利、であとは同じですが、第三は国家の態度を、その要求する権利で、第四が国家のさ、かつ行動に参与する権利、国家の行動に参与する権利の4種になると。で続めて言うと、第一のものを存在権、第二のものを自由権、第三のものを国民要求権で、第4のものを参政権というというふうになっているわけです。でこれあまりにも汚くてですね、全く読めないので、私は解読はできなかったんですけれども、完全にはできなかったんですけども、有企画の方にはですね、まあ、素晴らしい才能の持ち主があって、とても読む気になれない原稿を全て活字に起こして、で書稿を作ってきたわけです。でしかしその書稿っていうのもですね、これ見るとまあ惨憺たるものでして、あちこち業界用語で下駄っていうふうに昔言ってたやつなんですけども、読めなかったんで、この黒いこうなんかこんな感じでですね、読めませんでしたっていうのがあちこちこう出てるという、まあ、ひどい下駄でして、まあ本当に担当した苦労されたんだなということが分かります。そこでこのいわば書稿の下駄から推測するにですね、どういう書き抜きを書き込みをしたのかということをさらに読んでみますと、こういうことになっていますね。第一が、これが自由権ではなくなってしまったんですね。で、第一目というふうに言ってますが、存在権というふうになっています。で、この途中で、実はその日本国憲法概論というタイトルだったのが、日本国憲法論というタイトルに変更もされております。存在権、これがまあ出てくるわけです。そして第2目が、まあ、実は存在権下駄になってるんですけども、存在読めなかったんですね。で第2目が、まあ、この自由権ということで、これはまあ以下同じ項目になっている、こういうことです。
ですから最終段階になって突然存在権というアイデアが佐々木の中に降りてきたということが分かるわけです。そこで存在権はどういうふうに書かれているかというんですが、存在権、国民は国家において2種の立場を持って生活するとありまして、で、今度またこれを書き直させていただきますが、これまあ人間という言い方よりも国民という言い方に変わってますけれども、国民はその2種の立場があるのというふうに言っております。そして、まず第一はですね、国民を、国家を組成する部分としての立場で説明する。これだから問題ですね、部分として。でただこれは憲法としての、憲法との関係で部分と言っていたのはもっとはっきり言うと国家に対して部分、として扱われる、そういう立場だというふうに言っています。国家を組成するという言い方をしていますが、国家を組成する部分としての立場、これが第一。でもう一つがですね、国家とは別のそれ自身一の生活体たる、これ生活体と言っていますが、一の生活体、たる人間としての立場である、こういうふうに受けてまして、もともと持っていた発想をこの、拡大しているわけですね。そして、その前者については、これがですね、活字になったもの、最終的に本になった時に消えてしまっている部分なんですが、ちょっと読んでみますと、国民をそれ自身の目的を有する一の全部者として考えないで、単に国家という他の全部者の部分と考える。非常に分かりにくい言い方なんですが、このこっちの方ですね、部分としての国民の方についてなんですが、こういうふうに言ってるわけですね、それ自身の目的を有する、それ自身として目的を有する全部者として国民を捉えるんではなくて、あくまでその国家を構成する部分として、捉える。で、国家という全部者ですね。国家という全部者の部分として捉える。国家という全部者の部分として捉える立場が第一だというふうに言ってるわけです。ここで全部者というコンセプトが出てきていることに注意していただきたいと思います。国家という他の全部者の部分として考える。しかし本来、国民というのはそれ自身の目的を有する、いわば一の全部者、独立した自己完結的な全部者であるという考え方がそこで述べられているわけですね。で、後者の立場、この2の方の立場ですが、こちらはどういうふうに言っているのかといいますと、これはこういうふうに言っています。国民をそれ自身の目的を有する一の全部者と考える、というふうに言っているわけですね。同じことを繰り返しているわけです。これはまだちょっと整理されてないんですが、それ自身の自分自身の目的を持つ全部者として、これが個体としての国民内閣、こういうことになります。で、先ほどの繰り返しなんですけど、ややもすると国民はもっぱらもしくは、主として国家の部分たる立場において取り扱われたために、一の全部者たる生活体としての活動をなすことを抑圧せられる感があった。しかるに憲法は国民の全部者として独自の生活体としての立場を認めることによって国民の権利を認める。これが13条だというふうに言いまして、これは国民の存在権を定めるのである、こういうふうに述べているわけです。ですから個人として尊重されるというのは、単に国家を組成する部分という立場ではなくて、それ自身が目的を有して一個の全部者として、それ自身の生活を有するものとして尊重されるんだ、これからはそういう生き方を認められるんだ、自己完結的なんですね、全部者として生きるんだ、これまでは全部者のいわば部分として、生きることを余儀なくされた。そして背後に、この行間に書かれているのはですね、この部分としての性というものを琉球の国家の性のために消費されてしまったんだ、あるいは当人されてしまったんだというふうに言っているわけです。ですから戦前は国家正義の立場のみしか認められていなくて、戦中はですね、それしか認められていなくて、で全体としての国家の部分でしかない、一人一人の国民がその自らの性をやすやすと国家の全体のために消費されてしまった。
というあるいは浪費されてしまったということを言ってるわけです。しかし憲法は独自の目的を持った自己完結的な、その一個の全部者として生きることを認めている。でこの部分が実は存在源だ、こういうふうに、説明をした。これが、初稿になる段階での、書き込みだったと、こういうふうなんですね。でここに出ていますのは、全体と部分というコンセプトです。全体と部分、こういうコンセプトなんですね。で、これが今日の話題になるんですけれども、この全体と部分、この枠組みでしか、1935年以降、つまり天文館説事件以降は、ものを考えることが実際上認められなくなっていったわけです。でこの中で良心的な人が何をしたのかというと、せめて部分を生かそう、こう考えたんですね。例えばその天文館説事件で美濃部が引退させられた後にですね、代わりに文部省によって、登用されたのは、美濃部の同期の筧克彦という先生の、学説です。実は私は筧の研究家ではありまして、あんまり簡単なことは言いたくないんですけれども、まあ柏手を打って憲法を講義する、研究しない神棚を備えているという、そういう先生だったんですが、こちらが優勢になってくるわけです。で筧先生というのは、これは非常に深い哲学者でして、南原茂が尊敬していた、私も非常に優れた才能としたと思いますけれども、深い哲学者でして、で19世紀の哲学の潮流の中から、特にこの全体対部分というですね、そういうその図式を取り出してまいりまして、でその枠組みでいろんなものを読み解いて、いった先生なんです。でしかも彼は、この、まあ、右辺画というふうに言うんですけど、ちょっと難しい言い方ですが、本当の私っていうのは全体の中にあるんだという捉え方をした人なんです。ですから、例えば国のために死ぬってことは本当の私に戻ることなんですね。そういう構造になると、全体の方が大事である、こういうタイプの議論をそれなりにしっかりした枠組みを持ちながらですね、やっておられた先生なんですね。でこれに対して良心的なその対抗言説というのは、もうもはやですね、自由権を主張するなんて難しくなってきましたので、部分を生かす、いわば自己経営とか、あるいは自治とか、こういうことを強調して、部分が輝かなければ全体は輝かないのだ、有機体というのはですね、必ずそれぞれのこの器官とか細胞とかがあって全体が生きるんだ、だから、全体としてのですね、有機的な国家っていうのを生かすためには、それぞれの部分が生かされなければダメなんだということを言って、自局に抵抗する、自制に抵抗するしかなかったわけなんですね。例えば、法哲学者の小高友先生なんかはその一人でして、彼はその部分、この全体主義の世の中、全体が大事だという全体主義の世の中に対して、部分の重要性を潜り込ませる、でせめて部分を生かすことによってという、こういう議論をして抵抗していたわけです。でこの部分とそれから全体の往復運動を活発にさせる、これを試みるしかなかったんですね。これがいわゆる伝承法的全体主義と言われるものですけれども、全体だけしかないんだというこのスタティックな考え方ではなくて、せめてこう頻繁な行き来をする、あるいは両方の伝承法的なその相互運動をする、それを確保することによって国民一人一人を生かすという以外にはできないような状況がずっと続いていたということなんです。しかし13条は改めて国家とは無関係に完全な自己完結的な全部者として、自分自身の目的のために生きる権利を認めたんだ、これが国民の存在権である、自由権とは違う国民の存在権なんだということを、彼は佐々木は強調するようになった。つまり誰よりも日本憲法のテキストをですね、深く読む、この憲法学者がですね、この憲法13条という何気なく読み飛ばしてしまうような条文の中から、そのまさに戦後改めて回復された個体人としての生き方、個としての生き方、全体に生きる意味も生の意味を吸収されない、あるいは回収されない生き方を確保する、そういう重大な選択を読み出したということになります。国家とは無関係に生きる存在権、このコンセプトを作っていったわけです。
でしかも彼のですね、この佐々木の、この施策はさらに続いていくわけで、今度は次の、第2項でまた全部書き直してしまうんですね。まあ、本当に編集者泣かせというか、もう気の毒様としか言いようがないんですが、また読めない字で、いっぱい真っ赤にしてしまうわけです。で、どうなったのかということなんですが、ちょっと時間も押してますので、その、先を急いで申しますけれども、この関係というのは、国家との関係だけではないというわけです。国家との関係だけではなくて、市民との関係においてもそうなんだ。こういうことを言うんですね。国家に対して、自分は独立した個体として生きるんだということを、それを確保しただけじゃなくて、この同じ対等の市民に対してもそれを認めたんだ。これが13条の意味なんだ。ということです。ですから国家との関係でも、それから村はじめに見られるような詩人との関係でもですね、その全体に吸収されない子としての生き方を確保する、これが、その13条の意味なんだというふうに読んでいたということになります。で、この立場というのは、まあ、英語で言うと、まあ、インディファレントというふうに言われる立場である。インディファレントというと、まあ、無関心という意味もありますけど、無関係という意味が本来の意味でして、国家とは関係なく生きるという可能性、あるいは世間と関係なく生きるという可能性、この2つの方向で自分自身で自分のことを決めて独立した一生活体、あるいは完全な全部者として生きる、その可能性を認めたのが13条であるという結論に、まあ、至るわけです。で、これが佐々木総一の読んだ読み抜いた憲法13条である、こういうことなんですね。さて、ちょっとこの辺に済ませておりまして、これが今どうなっているのかという話に、持っていきたいというわけです。そこで、まあ、いよいよ まとめ風の話になりまして、なんとか急転直下を終えることにしたいと思いますが、この4番目でお話ししようとしているのは、まさにその新13条と旧13条と言いましょうか。まあ、新というと差し上げますと、自民党の改正草案です。第13条、はい、どうでしょう。で、現13条、これですね、この関係というのを、お話ししてみたいです。で、現在の13条をもう一回読み直しますと、まず国民は個人として、全て国民は個人として尊重されるということが書いてある。それから国民の生命、自由、幸福、追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り一歩その他の国政の上で最大の尊重を必要とすると書いてあります。で、これが、まあ、どう変わったのかというのが、これが、あるいはどう変えられようとしているかというのが、これが今日の、まあ、結局は狙いということになります。で、すでにいろいろな方によって指摘されてますけれども、第13条は、個人として尊重されるんではなくて、人として尊重される、こうに変えようとしているわけです。で、これ、人として尊重されるというのは、なんか笑っちゃう人もいるんですけど、それはそれなりに深い言い方でして、これ先ほど書きましたように、ものじゃなくて人としてということですね。ですから自由権を保障している、自由人ではあるんだということを言っているわけです。だから自由人として尊重されるということは、これは自民党の改正草案でも言っているわけです。しかし国家とはインディファレントな、あるいは世間とはインディファレントな、雇用の目的を持つ一個の全部者として個人が生きるという可能性については、それを否定し抹殺している、非常にショッキングな書き文になっているということです。ですからこのことによって佐々木先生の言う存在権は否定され抹殺されました。抹殺される、非常に恐ろしい状況になっているということなんですね。で、しばしば話題にされる公共の福祉が、この新しいその、13条の方で、公益及び公の秩序という言い方に変わっていることは問題に、されます。しかしこれはですね、実はそんなに大した問題ではないと思うんですね。この公益とか、あるいは、公の秩序という言い方は公共の福祉よりマシな言い方です。戦後の憲法学者はとにかくこの公共の福祉という言い方を縮小解釈するために最大の努力を、こう見てまいりまして、例えば宮沢俊夫先生はこの公共の福祉は人権対人権の衝突を調整する、その調整原理以外の以上の意味は持たすべきではないと
というふうに、いわばその公共の福祉という言い方を極小化して説明しようとしている、そういうあの解釈を企ててきたわけです。まあ、その先にちょっといろいろな分岐点があるんですけども、これはあの立ち入らないでおきます、時間の関係で。ですから公共の福祉というのは実は、むしろこの全体の方を示す、つまり部分としての生き方の方を強調する言い方であるわけなんですね。しかし、これをこの、まあ、公益とか公の秩序に変えるということはどういうことかと言いますと、こういうそのいわばおどろおどろしい福祉シンボルを、一旦その消去して、でもう一回フラットな、まあ、いわば警察的な概念に変える、こういうことを、まあ、言っているわけです。この話はまた別の機会にいろんな方がされると思いますので、これでは立ち入りませんけれども、こういう警察というのは必要最小限度の秩序の維持のことを言います。で、福祉概念を必要最小限度の秩序の維持を示す警察的な公益もしくは公の秩序に変えてくれるならば、これは大変結構な話ということになる。ですから問題はむしろ個人の方を取った方だということをここで強調しておきたいと思います。で、こういうその軸にこだわることに意味があるんだろうかという問題がなお残ります。自民党はこの改憲草案を全体として出してくるということはもうしないだろうと思われるからです。しかし、この条文にはですね、やはりその自民党が実現したいプログラムというのが、書き込まれているというふうに読むべきであります。最近もそれが明らかになった一つの事例があります。映画の自由に関する条文だと見られている憲法22条というのがありまして、何人も公共の福祉に反しない限り居住移転および職業選択の自由を有するというふうに定められています。で、この職業選択の自由の中にこれはいろいろ争いがあるんですけども、本当はそれを扱いたいんですが、省略しますと、まあ、普通は営業の自由が含まれているというふうに考えられる。で、この営業の自由っていうのは国際的に言うと自由貿易主義、それから国内的に言うと営業の自由、こういう意味です。ですから公共の福祉に反しない限りってことは保護政策あるいは保護貿易主義を許容する場合によってはそちらの方が憲法の選択だということを言っているわけですね。で、実際この点を捉えまして最高裁の、判例の中に憲法は実はその保護政策を要求している、まあ、言い換えればですね、弱肉強食の市場原理主義は取っていないということを言った判例があります。ですからジャーナリスティックに言えば判例上は、いわゆるその護送船団方式を憲法が選択したと読んでいるということになるわけですね。で、その根拠条文が実はこの公共の福祉に反しない限りという部分、であるわけですが、この新しいというか改正草案の方を見ていますと、ここではですね、公共の福祉に反しない限りというのが取られているわけです。普通ならば公共の福祉をこの公益または公の秩序に置き換えるはずなんですが、22条に関しては公共の福祉に反しない限りという留保を取っているということですね。これは TPP のことを言っているわけです。で、そのことはちゃんと実現したわけですね。ですからその確かに総体としての改正草案がメニューとして、この皆さんの前に現れて、で国民投票にかけられるという可能性は著しく低くなったと思いますけれども、依然としてこの憲法改正草案、自民党憲法改正草案というのはそれとしてですね、あの現在の政権のプログラムとして読んでおく必要がある。その中で一番大事な13条はどうなっているのか、これはこの存在権の抹殺である、こういうことになってみると改めて今日の話題であるその一億総活躍の思想というのが見えてくるということですね。これ最近あの文藝春秋にあの安倍さんが書いておられて、まあ、それ自体としてはなかなか、いいことばっかり書いてあるという感じなんですけれども、その真相を探ってまいりますと、この憲法改正草案あるいは自民党のいわば現在少なくともリーディングな、権力握っている人たちのプログラムについて言うと、この国民の2つの立場のうちこの丸いの方の立場を抹殺しようとしているんだということですね。国家とは無関係に滅私暴行ではなくて、自分だけ独立で生きるそういう可能性というのをその国家との関係においても、それから私人との関係においても項目ごと抹殺しようとしているというのが、これが改正草案の13条の前段の意味
いうことになりますと、まあ、大変恐ろしい、言わざるを得ない、ということになります。ですから、この立憲主義、あるいは立憲デモクラシーということを考える際に、まあ、その都度のこう現象を捉えて批判するというのも大事であるわけですけれども、その真相を探っていくということも非常に大事な作業であるというふうに私は思います。でその意味で、この佐々木総一の読み方が示す現在の憲法の論理構造というものと、そして現在、進行しつつある、この政策的な選択というものとの距離というのを常に測定して見ていくということが大事 でこの第二の立場というのは、これは安保法制に反対しているか賛成しているかにかかわらず、やはり大事な論点なのではないかというふうに思われるわけですね。この立場を超えて議論するに値する、または守らなくてはいけないと私は考える論点であります。それはぜひ意識していただければ、今後の議論が深まるのではないかというのが私の今日の話の狙いだったんですが、やはりそのいろいろ勉強しすぎておりましてですね、言いたいことがたくさんありましたので、まあ言いたいないことが残ったまま終わってしまった感じですが、まあとりあえず私もその論旨だけはお伝えできたのではないかと、まあこう期待いたしまして、ひとまずつたないお話をここで取りさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。お疲れ様になっております。全部者の部分ではなくて一個の全部者として尊重されるべきである、そういう思想を語っているというお話でした。で、時間がございませんが10分程度、質問をお受けしたいと思います。で、お一人1分だけ、1分以内で、質問をしてください。よろしくお願いします。細かいことは申し訳ないんですが、佐々木総一が日本国憲法テキストを徹底的に読み込んだということですけれども、これ日本文の文章なんですが、英語で読んだんですか。で、そういったことは重要ですか。非常に良い質問ですね。佐々木はもちろん日本文で徹底的に読み抜くと、つまりこの我々にとっての成分はこの日本国憲法なんだから、この日本国憲法を徹底的に読み抜くという仕方でやったということです。で、その英文についてはですね、触れている形跡が今のところ出てきてないですね。ですから英文は度外視して読んでいるということだと思います。それから後者の質問、それは大事なことですかという、これは非常に重要な論点でもあるんですね。一つはこの日本国憲法を外国人が読むときには英訳を読んでいるということもあるわけですので、日本語を読んでいるわけではありませんから、したがって英訳とそれから日本語や成文との対照というのは、実は一般に考えられているよりも深刻な問題を含んでおります。特に有名な論点としては9条が異なった訳になっている、今日は話はできませんけれども、日本国憲法の9条の英訳をですね、その現在のその成文のように訳してしまったら、まあ、まず東大には入りませんね。その誤訳になってるわけですね。ですからそこにやはりそのなんて言うんでしょうかね、いろいろなその政権過程の、プロセスがあるわけなんですよ。で、そのなぜ英訳がこの成文に近い形で訳し直されなかったのか、そこはまたそれとして問題なんですが、一般にはその違うように、読まれている、という問題があるんだということだけは申しておきたいと思います。ちょっと細かい話ができる時間がないので、また機会があればと申し上げますが、そういうことです。もうちょっと言いますと、その国権の発動という佐々木が注目した国権の発動としてのという部分が英訳では戦争にしかかかってないという問題があるんですね。でも佐々木の場合は国権の発動としてのっていうのをちゃんと戦争だけじゃなくて、この武力による威嚇とか武力の行使まで引っ掛けて読んで、いますので、ここは自覚的に正論を読んだということなんですね。ここは本当はいろいろまた話したいと思いますが、ひとまずじゃあそれでは差し上げます。はい、他にいかがでしょうか。あとお二人くらいいける。あ、はい、ごめんなさい。じゃあこちらの、そしてその後、そちらの、あ、3人、じゃあ続けて3人お願いします。1分以内で。
すみません、小さな質問なんですけど、佐々木先生っていうのは存在権というものを英語で考えていたのか、ドイツ語で考えていたのか、日本語で考えていたのかっていうのをちょっと知りたいんですよ。どうしてかというと、ドイツ語だと存在だと、ゲーゲンは何かに対してっていうことになるんで、そこはちょっと気になりました。石川先生と大学の時ゼミで1年後輩だったら可愛いと思います。夏の話でちょっと恐縮なんですが、あの中で出てきた2つほど有力な、つまり自衛隊ができた段階でもう解釈会見、あるいはもう憲法の変遷があったんだから、今更集団的自衛権について解釈の変更、解釈会見がおかしいというのは不誠実だと、論理一貫性がないという批判があって、あともう一つ、安全保障の問題は憲法で縛るんじゃなくて民主的な議論に委ねられるべきだという形で、まあ、その我が国 その武力行使の対応なり要件に関する、まあ、憲法の規範性をまあ否定する言論と、まあ、この2つが非常に有力な、結構特にネット空間なんかで有力だったと思うんですけれども、先生の見解をお伺いできればと思いました。すいません、調査の内容とは関係ありませんけども、ぜひお伺いしたいと思いまして、安保法案の強行採決 の、議事録で、その議場騒然、聴取不可能という、そういったことは、私非常に気になったのは、合法であるかどうか、でその憲法上見た場合に、その普通の法律の上に憲法があるわけですから、そういったようなことが、その合憲であるのか、問うのかという、それをぜひお伺いしたいと思います。お願いします。それぞれの素晴らしい質問いただきましてありがとうございました。まずじゃあ一番答えやすい最初の方の質問からなんですが、佐々木先生って方は何て言うんでしょうかね、文面から想像されるよりは相当に本を読んでる方なんですね。しかも最新のものについて、例えばその、ハンス・ケルゼンという人物がいるんですけど、ケルゼンのケの字も言いませんけれども、しかし実はケルゼンを相当読んでたりする。それはいろんなとこから読み取れるんですよね。ですから今おっしゃったように、この言葉が例えばその西洋の言葉に翻訳されたらどうなんだろうかということは常に考えている先生でした。例えばですね、1点だけ挙げますと、憲法の変遷というふうに言われている論点、これは分かる方は分かるという論点なんですが、これについてもですね、彼はオリジナルの概念を作ってまして、これは佐々木オリジナルなんですけど、幻想という、これは憲法改正の幻想に過ぎない。例えばその今、徳川さんが話題にした解釈関係みたいなので、憲法は変わったのかどうか、憲法が変わったという捉え方もまああるわけですね。実質的な意味では憲法が変わったんだ、これは先ほどのイエネックが、裁判年に出してきた憲法変遷、まあ、変化という意味なんですけども、変遷というコンセプトをしている。でこれを佐々木もですね、若い頃論じているわけなんですが、この見方は間違っている、変化している、見えるだけである、幻想である、こういう言い方をして憲法改正の幻想といって論破しているんですね。でその際に彼はしかしドイツ語で言ったらどうなんだろうかということを一応言ってまして、これはドイツ人が言ってる考え方じゃなくて、佐々木オリジナルだと言っていいんですが、社員というですね、まあ言い方を使ってるんですね。これはまあ幻とか、まあ、あるいは外見とかですね、外見的立憲主義なんていう場合は外見の社員なんですけども、まあ要するに見かけのことなんですね。それを幻想というのです。憲法が変わったり見えたり、見かけ上そうなっただけだというような批判をしていたりしますので、したがってちゃんと考えてます。ただですね、存在権に関してはですね、かなりオリジナルらしくて、想定されたその下敷きっていうのが出てこないんですよね。ですからおそらく英語のエクジステンスっていうのを念頭に置いている可能性が高いとは思うんですが、今おっしゃったような、まあ、私もとっても興味のあるですね、文脈まで降りていなかったのが実際です。佐々木先生とはちょっと哲学的な、そういう読みで薄いところがありますので、そこは薄かった。ただ薄いという自覚がありますので、その晩年まで京大の講義にずっと通ってて、田中道太郎とかですね、ああいう哲学者の講義にですね、もうご老人なのにですね、ずっと通っておられたというのが知られています。ですから
意識をしてなお研鑽を続けておられたことは確かなんですが、おそらく存在権を考えた段階ではですね、あまり、その何て言うんでしょうかね、深いところまで行ってなかった可能性があると思います。ただ彼が捉えていたより何て言うんでしょうね、大枠の議論、つまり全体対部分か、それともそうでないかっていう、こういうあたりは若い子ちゃんと勉強していますので、このあたり の構成は明らかに哲学的でしっかりした議論になっているわけですが、例えば生存なのか実存なのかとかですね、そこら辺のことはおそらくまだ考え続けておられたんじゃないかというふうに、思います。それが答えですね。それから、2つ目の質問はちょっと時間がかかるので3つ目の方から、お話ししますと、確かに、あの場にいたのは私の教え子だったんですけども、参議院のですね、事務方からやってる教え子もいまして、やっぱり聴取ができなかったようなんですね。ですから実際何が行われたのかというのは全く分かりません。分かりませんが、そのあそこで採決が成立したかどうかを決めるのは参議院なんですね。ですから参議院が採決が成立したんだといえば、一応採決が成立したことになってしまいます。でもあれは客観的に見ると成立してないように見えますので、争う余地はあるはずですね。憲法上あれは成立してないから違憲であるという議論はできるわけですが、それを最後に決めるのは最高裁ということになります。ところが最高裁の判例はですね、ああいう問題は全部その参議院なり衆議院の自律性にオートノミーに任せるべきであって、裁判所としては口を出すべきでないというふうに、判決を出していますので、したがって勝ち目がないということで皆さん黙っておられるということだということです。その判例というのは警察法改正事件という有名な判例なんですが、これは星島二郎というですね、リベラル派の政治家だった、あるいはその二戸で、上杉直宗の本まで作ってるですね、若い頃からなんていうか、随分その骨の入ったリベラリストだった政治家が、最後は衆議院議員になって、衆議院議長になってですね、で上がりになろうとするときに強行採決をやらされることになって、で行く手を阻まれたんだけども、入り口のところで V サインを出して、で V サインってことは2日延長だということでですね、2日延長になって、それで法律が通ってしまったという事例なんですけども、それは有効であるということになってしまっていますので、残念ですけれども、参議院が正式に政治スタンダードと言い張ればそれは通ってしまうという、これが憲法が想定している参議院の自律性である自己決定権があるんだという、そういうことになっています。で、河合さんの質問ですが、今何やってるんですか、まだ役になってるの非常に懐かしい人が来てくれたんですが、彼の質問についてお答えしますと、まずですね、解釈会見がもともとあって、ずっと解釈会見習ってるんじゃないか、少なく大きな解釈会見を戦後2度やってるんだから、だからなんで今だけ頑張るんだっていう憲法学者の一部にはおられます。しかしそれは誤っているというのが私の立場なんですね。で、その傍証として佐々木先生がいわば使えるんじゃないかというふうに私は思っています。確かにですね、この自衛隊違憲論をめぐる、一番根本論点というのは、戦後政治の方向を決める、最重要の論点であったことは確かであるわけですが、日本国憲法のテクストの論理構造がどうであるのかというとは一応区別して議論する必要があるだろうと思います。ですから自衛隊についてのその違憲か合憲かという態度決定を、その当時は一生懸命やってましたので、したがって確かに、清宮志郎先生なんかは、その偽解釈だというふうに、政府の解釈を批判しましたけれども、それはやはり無理筋だったわけで、その自衛権論あるいは自衛力論を持ってですね、新たな正当化根拠を持ってくるという論理的な可能性は、日本国憲法の下で許容されていると言わざるを得ない、残念ですけどそう言わざるを得ないという条文になっている。そのことは佐々木先生が認めている通りで、徹底して条文を読めばですね、自衛戦争は否定されていないということになるというのは、少なくとも論理的にその解釈が許容されるということを示す有力な傍証になっているというふうに思います。ですから論理的に許容される範囲の中でどちらを取るかといういわば戦後の最大の選択がその時に行われたということであって、憲法との関係で言えばですね、解釈上許容されないという議論には無理があった。それは20年ぐらい前に小林節さんがやってた言い方で言いますと、法学概論的な常識に反している、それぐらいの法解釈は、どの法文よりも普通にやっている、
解釈操作としてそんなに不自然ではないというのは、これは残念ながら認めたらないことのように思います、ですので、それは論理的に可能な選択肢、大きな選択肢の、まあ、大選択だったということになりますけれども、今回の場合は日本国憲法9条が論理的に許容しない選択なんだ、そこが決定的に大きいと思うんですね。ですから、いわば我々が、我々と言いましょうか、その、まあ、日本国内日本国民がですね、どういう文明を生きるのかという文明的な選択としては、これは、その戦後早い時期にですね、重大な選択が政府によって勝手になされてしまったということはあったわけですけれども、しかしどちらの文明的選択も憲法9条の許容する選択であったんだということが言えるわけですけれども、しかし今回の議論というのはそうではなくて、9条の論理的な限界を超える話であるということで、この枠を超えてしまったら、これはもうあとは一切歯止めがなくなってしまうということです。ですから私は初めて8月30日に国会内に立ったわけです。そこは論理的に許されないことである、そこは大きいわけですね。一市民として、自分がどちを取るかという問題とはまた別に、そもそも研究者として論理的に許容できないことは許容できない、言わなくてはいけないんじゃないかという、そういうまあ気持ちがあって、そのように振る舞ったということです。ですから確かにその指摘されているのは誠に、一理はあるんですけれども、この憲法とか立憲主義の立場から言えば、全く理念上の違う話をしておられることになるはずだ。で、実際ここを超えられたらもう後がないということを超えられたその直後からいきなり53条は、ほとんど空文化しているわけですね。これはやはりその論理的な帰結なわけですね。で、私はその去年の7月1日の論理的な帰結だというふうに考えますけれども、とにかくやはりそのここだけは超えてはならないという論理的な限界を超えてしまったことによって、あちらこちらの重要な法律が、先ほど冒頭に申した言い方で言いますと、強行法から任意法化しつつある、その後早速の一連の53条の運用であるということがあります。そのことを違う次元の問題と捉える必要があるのではないか。で、最後に佐々木先生が出ていましたが、せっかくそれについて申しますと、佐々木先生はですね、そのようにしてこの世の中を変える大きな選択がなされることが憲法を変えることではないんだというふうに言っているわけですね。それは憲法を変えたようなこの幻想に過ぎない。じゃあそこで何が起こっているのかというと、それは彼はですね、英語でコンベンションというふうに言うんですね。この話をするとまた長くなっちゃうのでやりますけれども、これ当初は習俗という訳しておられたんですが、そのうちその法律と習俗の中間ということで修律というふうに訳されるようになりました。ですから彼はですね、この憲法修律の側面でそういう議論は憲法の許容範囲される論理的な限界内でやりなさいというふうに言っているわけです。これ二重に重要なんですね。まずはこの議論はあくまで憲法を超えたらならない、憲法の範囲内でその憲法を補充する意味でいろんなその実例が積み重なっていることは悪いことではない。しかしそれは一見憲法が変わったように見えても、それはあくまで幻想に過ぎない、枠内のことでなければ許されないし、それから枠内の問題であってもそれは憲法を変えたんではなくて、修律でしかないのだと、こういうふうに説明しています。で、これが締めなんですけれども、この修律というのは立憲主義の精神によってできるはずのものであるというふうに言っているわけですね。ここで、冒頭にお話した立憲非立憲の話になるわけです。立憲主義の精神によって多くの場合は実現される、立憲主義の精神を生かすために憲法が不十分な部分を実践によって埋めていくということが行われる、これが修律である。そして対象デモクラシーというのは、これは憲法によってはですね、説明しにくい部分があります。そもそも内閣という存在が、明治憲法で認められていない。あえて乱暴に言いますと、この大日本帝国憲法というのは議員内閣制に対して敵対的な憲法であったわけです。しかしそれを運用上議員内閣制に変えていこうというのは対象デモクラシーだったわけですが、それを説明するのに、三上先生は憲法が変わったという説明をしたなったわけですが、佐々木先生は決して憲法が変わったわけではない、ただし憲法が許容される範囲内で修律ができたんだ、その修律というのは立憲主義の精神が力を占めるものであるという形で、結局吉野作造とともに大正デモクラシーを演出していくことになったというのが佐々木総一という人物である。
これで一応、まあ、議論が一周したんじゃないかと思いますので、まあ、最初からそれぐらいでお伝えしております。どうもありがとうございます。参院選の前に、それでは1週間後にこの会場で、ICU の千葉さんが、デモクラシーについて、2回目のレクチャーを行います。ぜひご参加くださいますようお願いいたします。今日はありがとうございました。